老子道徳経第1部の14章ですね、うん、はい、今日もこちらですね、老子道徳経トルストイ監修のものと、はい、バカボンのパパと読む老子、ドリアン助川さんが書かれたものです、はい、ではまずトルストイ監修の老子道徳経から第14章、目を凝らして見ても見えないものは無色のものと名付けられる、耳を澄ませても聞こえないものは無音のものと名付けられる、捕まえるが捕めないものは極微なものと名付けられる、これら3つのものは突き止めたいがゆえに混じり合って一つにまとまる、上は明るくなく下は暗くない、おう果てなしの果てしなきものよ、それは名付けようがない、それは存在しているが不在に帰する、それは形のない形と名付けられる、それは不明のものとも名付けられる、出会ってもその顔は見えず、その後について行ってもその背中も見えない、太古の他を用いて現代の生活を収めることができる、もろもろのことの由来を極めることは他をの絆と名付けられる。ではこれをドリアン助川さんの訳で読みますと、目を凝らしても見えないものを意と呼び、これあの上位尊能運動の上位の意ですね、意的の意、意と呼び、耳を澄ましても聞こえないものを気と呼び、気っていうのは希望の気です、捉えても捉えないものを美と呼ぶ、これら3つはそれ以上突き詰めようがない、だから混ぜ合わせて1とする、この1はその上の方が明るいわけでなく、その下の方が暗いわけでもない、どこまでも連続していて名付けようがない、万物が生じる前の何もないところへ戻っていく、これを状態がない状態、物の形がない像といい、これを恍惚という、それを迎えても頭が見えず、後についても後ろが見えない、だが古の他をしっかり身につければ今起きている現象を収めることができ、同時に古のすべての始まりを知ることができる、これを他をの木という、うん、これね、バカボンに読ませても同じような感じなんですよ、うん、はいはい、わしどれだけ見ようとしても見えないものがあるのだ、うん、これを意という、わしどれだけ聞こうとしても聞こえないものがあるのだ、うんうん、これを気という、わしどれだけ触ろうとしてもつかめないものがあるのだ、これを美という、これら3つのものはそれ以上知ってやろうとしてもどうにもならないものなのだ、だから混ぜ合わせて1にするのだ、うん、この一つのものは上の方が明るいわけでなく下の方が暗いわけでもないのだ、うん、しかもこれはデカパンのパンツよりもだだっぴろく続いていて、こうだと言い切れるものでもなく、あらゆるものが生まれて名付けづく前の何のない空間に戻っていくのだ、うん、つまり姿なき姿、ものではない形、はっきりとはしないがはっきりそこにあるものなのだ、これを迎え入れても頭が見えないし、追いかけてもお尻が見えないのだ、でも大昔からタオの道理にしっかり寄り添っておれば、今現象として現れているものの正しく理解でき、あらゆることの始まりをレレレの例と知るのだ、これがタオの根本の法則なのだ、はい、これでいいのだ、はい、要はなんか、はい、違ったらごめんなさいね、うん、よくワンネスなんて言うじゃないですか、人は一つだ、はい、一つからって言うんで、うん、言うじゃないですか、はい、これキリスト教なんですかね、あ、どうですかね、で要はなんか、はい、あのワンネスとか言って、うんうんうん、でアダムとイブが、うん、その実を食べて、うん、二つに分かれて、うん、そこからそのどん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 、はいはい、いろんなもの、ものが分裂していくみたいな、はい、でも元は一つ、うん、まあ、タオの話ですよね、タオの話です、タオの話なので、はい、まあ、結局言いたいのは多分欲望を捨てろとか執着を捨てろみたいな話だと思うんですよね、っていうのがなんか、はい、あ、そう、そんな話です、はいはいはい、それが西洋にもあって、うんうん、あの老子のとこにもあって、うん、お釈迦様のところにもあって、うん、それが伝わってきて禅の世界にもありみたいな、うんうん、だからそう無とかに近いんじゃないですか、そうなんですよね、はい、
でもなんか我々は自分を特定しようとして、何かその一個のものをつかみに行って、そうすると見えなくなるよって話ですよね。もう苦しいですよね。はい、苦しいんですよ、ね。全部なんだからみたいな。あ、今なんかちょっとプリキュアっぽかったです。全部なんだからって。プリキュアが僕わかんないですけど。ごめんなさい。はい。はい。っていう感じじゃないですか。この言ってることが。そうですね。はい。こうなんかこう特定しようとこう細かくいくと分かんなくなる、はい、見えなくなる。はい。でそれはと単独で存在してるわけじゃなくて全ての中の一つみたいな。もう